2022年最新版アニメ・漫画巨大 OP ランキングトップ10。巨乳キャラ、男性諸君なら大好きでしょう。嫌いな人はいないと言っても過言ではありません。今回はみんなの好きな巨乳キャラは誰か、10位から1位まで当チャンネルの独断と偏見でランキングをつけさせていただいたので、ぜひ最後までご覧ください。このキャラもぜひ紹介してほしいという意見がありましたらコメントへどうぞ。それではスタート。10位ナミ。第10位は推定 J カップとも言われているワンピースの女性キャラクターナミさんです。はい、こういうランキングなら一人は入りますよね。ワンピース女子、最近の尾田先生のキャラクターはとにかく巨乳、とにかくくびれ、とにかくいい尻とボンキュッボンをすごくあでやかに書かれています。きっとナミさんのスタイルに惚れてワンピースを読み始めたという方もいるのではないでしょうか。またナミさんの人気はただ巨乳というだけでなく、航海士としての能力、最近は戦闘員としての活躍やメインの問題解決キャラクターとしての活躍と、ただのお色気要員以上の活躍を見せてくれています。ナミさんファンとしては可愛くてエロいだけじゃないぞ、強いんだぞというアピールもできて最高ですね。ただワンピースキャラはこういったランキングには必ず入ってくる反面、上位にはなかなか入れたくないという心理が投票者の間に働いてしまっているようです。ランキングには入ったものの高ランクには入らなかった様子。次回ランキングをすることがあればぜひ高ランキングに入ってほしいと思います。9位レム。続いて第9位はリ・ゼロから始める異世界生活でおなじみレムちゃんです。レムちゃんは最近使い古されたメイドという属性を遺憾なく発揮し、さらに胸元が開いたメイド服というこれまた使い古されている服装なのになぜか新しさを感じさせるという凄まじいキャラクターです。当然胸元が開いているということは巨乳と、これまた使い古されたお約束なのに可愛いといういろいろずるいキャラクターです。ラムちゃんのお胸が比較的おとなしめなのに比べて、レムちゃんのお胸のなんと素晴らしいこと。またレムちゃんは主人公を助けるために自分の身を使うことを辞さない、その愛らしい姿勢、たまにブチ切れてとんでもないことをするギャップなど、そういった点も評価されています。8位柏崎瀬名。第8位は僕は友達が少ない代表、金髪巨乳美少女柏崎瀬名です。理事長の一人娘ということもあり、高飛車な性格でツンツンしているのが特徴のキャラでもあります。ただ根は優しく、実は頭がそんなに良くないおバカキャラでもあるので、そこが愛されポイントですね。そして何を食べてそんなに成長したんだと言いたくなるような巨乳っぷり。僕は友達が少ないというタイトルにあるように、セナもまた友達が少ないキャラクターの一人ではありますが、こんなに可愛くて巨乳なら男の子は誰だって友達になりたがるはず。一部の男性からしたら口の悪さはご褒美になるはずですし、また彼女も純粋に性格が悪いというわけではなく、天才ゆえに何でも完璧にこなせてしまうので、周りから人がいなくなってしまったというだけの話なのです。セナ自身も友達が少ないという思いがあったので、主人公たちの協力もあり性格が良くなって友達もでき始めていきます。結果可愛くて巨乳、しかも性格も悪くないという完璧少女が生まれることとなりました。これは全巨乳ファン大歓喜です。まあ一部界隈では罵られたい人もいるようなので、そういう方は初期のセナちゃんに罵られていることかと思います。7位ルコア。第7位は小林さんちのメイドラゴンより登場したルコアです。ルコアはいわゆる神と言われたり伝説的な存在として扱われているケツァルコアトルです。ついに人類は神すらも巨乳として描き始めました。いや今に始まったことではないんですけどね。ルコアは
神という存在だけあり、かなり博識で、何か困った時は大体教えてくれたりするという知識キャラのポジションを確立しています。巨乳は頭が悪い的な風説が一時期ありましたが、ルコアはそんなことは全くなく、知識だらけの天才なのですと思いきや、人間の常識を持ち合わせておらず、かなり不思議なことをしてしまうこともしばしば。そもそも服装のセンスが絶望的に悪い。まあおかげで巨乳を拝めるので、そのままの服装でいてほしいという気持ちの人も一定数いるようです。それにしても、人間の常識を持ち合わせていないとなると、やっぱり巨乳は頭が悪いんじゃないかという風説が再び生まれてきてしまいそうで心配です。大丈夫です。今紹介しただけでも、セナちゃん、レムちゃん、ナミさんは別に頭悪くないですから。時々そういうキャラもいるというだけの話なんです。6位、カンロジミツリ。気を取り直して次に行きましょう。次にランクインしたのは、鬼滅の刃よりカンロジミツリちゃんです。はい、言わずもがなの国民的ヒットアニメ、鬼滅の刃のキャラクターですね。子供が見るアニメなのに、どうしてここまで性的にする必要があるのかと一部界隈を怒らせたほどのパワーあふれる巨乳を持ち合わせています。しかし、パワーがあふれているのはその胸だけでなく、本人の腕力もなのです。実はみつりちゃん、可愛い見た目とは裏腹に、常人の8倍もの筋肉が体に備わっているという特殊な体をしているのです。常人の8倍ってどれくらいなんだろうと疑問に思うかもしれませんが、まあだいたい野生の動物くらいの筋肉があると思っておけばいいでしょう。しかもそれで細いのですから、大抵の男の子は騙されてしまいます。どうやらその怪力と自慢の大飯ぐらいがたたって、お見合いではことごとくお相手の男性に振られてしまうという過去を持っているのだとか。こんな巨乳を振ってしまうとは、よほど男たちがバカだったとしか言いようがありませんね。ご飯をたくさん食べる女子なんて可愛いじゃないですか、何が嫌なのかと思うかもしれませんが、筋肉が8倍なら食べる量も8倍くらいあります。普通に引くくらい食べます。しかしそこがいい。まあ彼女には相思相愛の相手がいますからね。我々はおとなしく引き下がることにしましょう。5位、小手川由衣。続いては合法18禁漫画トラブルよりランクインしました小手川由衣です。まさか2022年最新版ランキングにこのキャラがやってくるとは、チャンネル側も思っていませんでした。ハレンチなことを嫌うという風紀委員ですが、自分の体を鏡で見たことがないのでしょうか。彼女のスタイルの良さはハレンチそのものだと思うんですが、という男性読者のツッコミは置いといて、巨乳、黒髪ロング、スカート短めという性癖ぶっ刺さりの男の子が後を絶たなかったという伝説のキャラクターです。また結構な妄想癖の持ち主でもあり、もしもあんなことがあったら、こんなことが起きたらと妄想しては事件を起こしてしまうというトラブルメーカーでもあります。やっぱりハレンチじゃないかというツッコミが数多く集まってきますが、それがいいんだよ。ハレンチを規制しようとしている人間が実は一番ハレンチだったってよくある展開だろと怒りたくなってきますね。ちなみにトラブルのキャラクターは大抵主人公のことが好きという設定になっていますが、この小手川も例に漏れず主人公に惚れています。男性ファン的には幸せになってほしいと願いつつも、男の手に渡ってほしくないという気持ちも溢れてしまい、ジレンマに陥っている人も多いとか少ないとか。ファンとしてできることは一つ、キャラをひたすら愛すること、これだけですね。というわけで第5位はトラブルから小手川由衣でした。2022年最新ランキングに関わらず、5位に食い込んでくる、かなり多くのファンに愛されたキャラと言っていいでしょう。4位、中野ニノ。続いて第4位を発表していきます。第4位は五等分の花嫁より中野ニノがランクインしました。はい、知ってました。巨
巨乳ランキングならまあ彼女は入ってくるだろうなと思ってましたよ。爆発的に人気が増えた作品ですからね。五等分の花嫁。ピンクの髪色で前髪パッツン、後ろはロング。おやおや、早速性癖をぶっ刺しに来てますよ。しかも料理が得意で家事もできるというお嫁さん属性が高すぎるのもポイント。コミュ力も高いようで何一つ問題がないレベルの彼女。最近では使われなくなったフレーズですが、一昔前ならニノは俺の嫁という言葉を使う人が多くなっていたのではないかと思います。まあ実際花嫁ってタイトルについていますからね。また物語の途中でニノは髪を切りショートになるのですが、その髪型もこれまた可愛い。可愛いキャラってどんな髪型になっても結局可愛いままなんですね。よくわかりました。さらに性癖を歪める属性として彼女は毒舌であるというのもポイントです。これで多くの男性はノックアウトされたことでしょう。3位、トモエマミ。次に紹介するのはまたしても少し前の作品から登場しました魔法少女マドカマギカの登場人物、トモエマミさんがランクインしました。可愛らしいイラストとは裏腹にかなりダークな世界観で世間をざわつかせた名作マドマギ。その世界で魔法少女として先に活躍していたマミさんですが、あのマミルという動詞を生み出した張本人でもあります。そんな彼女、作中では一切触れられませんが、見たところかなりの巨乳。他のキャラたちがおとなしめの胸をしているのに対し、一人だけやたらと主張が激しいです。そんなに激しくても誰も触れないのならファンが触れてあげるのがいいでしょう。とまあ冗談はさておき、今回のランキングでは最近の作品も多いのですが、過去の作品の登場人物も全然ランクインしてくるということが判明してきました。このままいくと残り2つのランクインも少し前の作品から登場してくる可能性が出てきますね。一体誰がランクインしてくるのか、残り2つ見ていきましょう。2位、宇崎花。第2位は宇崎ちゃんは遊びたいの登場人物、宇崎花です。身長は150センチ、しかしバストは信じられないほどあるという驚異の人物ですね。何々っすという語尾を使い、とにかくうざい後輩というキャラ設定を付け加えられまくったうざかわいい後輩です。可愛くなかったらただうざいだけの関わりたくない人になるところだったので、まさに紙一重の設定だったと言えるでしょう。先輩にいちいち嫌がらせのような発言をして先輩に怒られてしっぺ返しを食らう、そんな日常が描かれているわけですが、決して先輩は宇崎ちゃんのことを嫌うことはなく、むしろ仲の良さすら感じさせてくれます。こいつきっと胸目当てだなとカングルファンもいそうですね。ファン層も厚く、アニメ2期は2022年秋放送予定とまだまだ盛り上げてくれる気満々の作品です。今後もどういう話が展開されていくか気になる作品ですね。1位、朝比奈未来。はい、彼女が1位になってしまいました。このチャンネルの視聴者の年齢層が大体わかるようなそんなキャラです。第1位は巨乳メイドといったらレムちゃんじゃなくてこの人だろ、朝比奈未来です。朝比奈未来は鈴宮春日の憂鬱に登場したキャラクターです。一応主人公たちの1個上の先輩ではありますが、臆病で誰にでも敬語を使う性格からあまり先輩っぽくは見えないという特徴があります。そして春日にメイド服を着せられ、みんなといる時は大体メイド服を着ていて、本人もまんざらではなさそうという設定も加えられ、ファンたちの性癖をぶっ刺しまくりのキャラクターになっていました。春日からアニメを見始めたという人も多い時代なので、ミクルちゃんをどうしても巨乳ランキング1位にしたいというファンたちの熱い思いを感じました。おめでとうございます。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。また
こんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。